迫田沙織のリオチャンネルです。どうも。今回はアンダーレシーブです。レシーブっていうのはバレーではどういった技でございますか？ボールを落とさないためにあーってやるやつです。うわーってやったり、ひゃってやったり、ひゃってやったり、こうボールを落とさないために絶対欠かせないアイテムで、じゃーん、よっしーさん、よろしくお願いします。今日はアンダーです。はい、頑張ります。まず手の組み方とかいろいろあるんですよ。こうして、はい、キュッと親指を、あ、そのまま、はい、それで OK です、はい、これとか、もうこれとか、これはい、もうこうとか、もう本当に自分がやりやすいようにもう普通にしまうとか、で、面を作る、はい、はい、こうだったらボールが当たる面が狭くなったりするじゃないですか。こっちの方が広いじゃないですか、はい、なのでこうやって面を向ける。 OK、はい、で肘伸ばす。肘伸ばす、はい、分かりました。それだけです。はい、あとはもうオーバーと一緒で構えはこんな、こう、このままのこう、こう、はい、 OK、 やろう。やってみましょう。はい、はい、お、オッケー、いいです。オッケー、いきますよ。はい、はい、オッケー、お、もういいもういいです、もういいですので、で、はい、あ、次は来た時にしっかり止まってください。止まる、もうここでバタつく、はい、バタ止まって、面をしっかり作って、私に面を向けてください、はい、面、あ、この面がこっちとかこっちとか向いたらあっちに行くんで、はい、しっかり、じゃあ面を向けて、はい、返す。分かりました。はい、で、前に、前に、そうです。あ、上にやるんじゃなくて、はい、前、前、そうです。分かりました。イメージで。分かりました。やってみます。はい、で、優しく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 。オッケー。優しく。前に言います。はい。はい。待ってください。ちょっと持ち締めるぐらい、はい、で、前、はい、で、これはこういう感じですね、はい、今は、はい、こっからこういってるんで、あ、もう本当に一歩踏み出す感じで大丈夫です。そうです、そうです、わかりました。で、ここで今、はい、持っていってしまってるので、はい、ここまで待ってもらっていいですか？あ、わかりました。打てば上げずに、うん、このまま、そうです、わかりました。ここでもうキョンって開けて、そうです、そうです、そうです、背はないってこと、もうここでのイメージ、はい、わかりました、はい、難しいですよね。あ、そうです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 、 OK、 よし、いいです。 OK、 ありがとうございます。もうできました。次、はい、まっすぐじゃなくてちょっと左右に振るので投げてもらっていいですか？まっすぐ投げちゃって大丈夫です。あ、横に投げてもらって、で、あ、え、真ん中に戻すってこと？そうです。え、で、面を、うん、面を向ければいいです。もしこっちに行って、はい、正面に変わったらこっちでこうやって向けたい方向に向けてください、とりあえず、はい、おー、向ければいいです、はい、届けたい人の方に面を向ける、はい、おー、好きです。でも、はい、こういったじゃないですか、はい、で、こっちがこっちに入れたんですよ、はい、あー、こんな感じになっちゃった。そうです、確かに。その時はこっちを出してください。わ、はい、かりました。そうです、そうです、その方がかっこいいです。わかりました。おー、いいです。おー、OK です。いいです。全然向いてます、はい、全然向いてます。で、次は今シャッてやってるので、はい、私教えてもらったのが、はい、こっからこうやって持ってくるよりもこっちだったら置いてこっちを添える。わかります？そうです、そうです。こうやってこうやったらこのままブーンっていっちゃうんですよ。やっぱ強いボールだとこう、はい、ここで止まってしっかりこの辺が使えてたら、はい、グッと止まれるんですけど、このまま速かったらグンバーンっていっちゃうんですよ。はい、確かにいきそうですね、はい、組んだままヒュンって持ってってしまったら
ボールの勢いでヒューンって言ってビャーンって行ってしまうのでシャッシャッみたいな、で面を打ちでカッみたいな、カッじゃなくてヒャッとカッだってそうなんだもんカッみたいな、で ここの辺だと思う、多分この辺だと思う。えキャッてやるんですか、クッと、あクッとやる、この辺もクッとクッと、なのでなんかどっちかというと下半身もなんですよね、こう下半身クッと、私これダメなんですけど、はい、なんだろう、もうこうなってしまったらもうアウトじゃないですか、もうユンって言ってしまうのでグッグッグッガッガッわかります、こうこうグッみたいな、はあずあ、お見事、見事、いけます、いけます、はい、もう一回やっていきます、はい、のイメージ、はい、ボールと一緒にこういう、なんだろうじゃなくて、しっかりとゆっくりなので、まずわかりました、こんだけやってみてください、最低限の動きで、はい、最低限の動きだけやりましょう、はい、わかりました、あ、そうです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 、 OK、 ありがとうございます、いい感じです、最後、まとめ10回チャレンジ、はい、はい、お願いします、お願いします、私とかこの5回ぐらいしかやってないんですよ今の、これでこんなんなんで、多分あもうここもうブツブツができてますね、やばいやばい、あでも選手の皆さんももう何度やっても赤くなるのは仕方ないんです、あもう慣れてます選手は私はどっちかというとあざとかこうできにくいんですよ、なんでこうできたらおやった証やみたいなみたいな感じになるんですけど、でも私はここ面って言ったら多分ここが赤くなったりここに青タンができたりするんですけど、なぜかなんかこの辺とかにできてて面が作れてない証拠だったり、基本ここですよね、そこ、もうこの辺でもなんかこの辺に私はできてたりだとか、はい、本当に歯っていうところにできてたりするので、はい、多分やるときに力が入って多分こうなってたんだと思います、こうじゃなくて、でも上手い人はもうみんなここが綺麗にできて、なるほど、うん、じゃそれも一つの印的な、ね、指標的な、うん、知る、自分を知る、うん、癖だったり知れるきっかけにもなるんじゃないですか、はい、思われます、以上アンダー編でした、バイバーイ、イエイ。